皆さんこんばんは。こんばんは。田本美です。9月の25日に太陽の塔を立ち上げました。で西村慎吾代表で、私は代表幹事兼国民運動本部長ということで2人で立ち上がりました。でこの太陽の塔は実は私が6月にですね、6月の初めに新塔を作るぞということを宣言をしたわけです。そして新塔を作るのには、現職国会議員5名の方の参加が必要だということで、動き始めていたところですね、ありがたいことに石原先生と平沼先生が、実は田本さん、太陽の塔が4日間活動しただけ で今休眠状態で残ってるんだと、5人集めるっていうと、金も相当必要だから大変でしょう。で太陽の塔を使えば比較的簡単に立ち上がるではないかと言われましてですね、それまでちょっと苦労してて、半年1年かかるかなという思いで行動してたところ、そういう話がいただきましてですね、いやこれはいいなという思いで、それ日頃一緒に発言したり行動したりする西村慎吾さんと話して、じゃあやりましょうということになって、既存の政党であるこの太陽の党はですね、次の参議院議員選挙が終わるまでは政党として有効だということで、すでに設立している政党はですね、現職国会議員1名いれば政党として届け出ができて活動を開始できるということでですね、この太陽の党をいただいて活動を始めるということになりました。で当初は私が党首になる予定でいたんですが、政界連合を始めただということでですね、いろんな調整とかがあるということで、とりあえず西村慎吾さんに代表ということになっていただきまして、私は代表幹事国民運動本部長ということで行動するということになりました。であれから3週間ほど経ちましたけれども、やっとですね、党本部のちっちゃな事務所を借りて、そして仕事を手伝ってくれるスタッフもようやくなんとか間に合うかなというところまでやっと来ましてですね、これからで今のところ安い給料で出世払いで払うからということでですね、行動してもらっているところなんですけれどもですね、頑張りたいというふうに思っています。で犬も歩けば棒に当たるだなと思ったのは、私が新党設立宣言をしなければですね、この話も生じなかったことで、今となってみれば随分いろいろ批判を受けたわけで、そんなできるわけないと、国会議員でもない、お前あんなこと言ってどうすんだとか、大変厳しいご批判もいただきましたけれども、結果としてできたんで、良かったかなというふうに思ってます。で我々は一体じゃあ何を目指すのかというとですね、安倍総理が、戦後レジムからの脱却と言われてますけれどもですね、この安倍総理が日本を取り戻す、これを応援をしていきたいというふうに思っています。で次世代の党がですね、できまして、比較的国家間歴史観がしっかりした方々の集まりになりましたのでですね、自民党の右側にしっかりと柱を立てて、安倍総理もっとしっかりやってくれという政党に、一瞬次世代の党はなっていくんではないかなというふうに思います。で私と西村慎吾さん、太陽の党はですね、さらにこの次世代の党が仕事をやりやすくできるようにですね、そのまた先を行って次世代の党の再挑戦的役割を果たそうというふうに思ってます。で戦後の日本はですね、占領下で本当に、アメリカ軍からですね、壊されてきたというふうに思います。今年金の問題、介護の問題、子育ての問題、いろいろ起きている問題はですね、戦前の日本が壊されたことに起因しているというふうに思います。で私は安倍総理が日本を取り戻すという言葉をですね、多くの日本国民は再び強い経済力を持った日本を取り戻すというふうに受け取っていると思いますけれども、とりあえず経済力を取り戻すことは大事なことであると思いますけれども、それだけではなくてですね、これ戦前の日本を取り戻すことではないかと思うんです。戦前の日本を取り戻すというとですね、多くの日本国民は反日教育を受けてますからですね、なんであんな戦前の日本なんか戻るんだと、また戦争する気かと、あんな国真っ平だというふうに言う人が多いわけですけども、戦前の日本って調べていけばいくほどですね、超安心社会だったと思います。みんな安心して暮らしてるんです。戦争が近づいた一時期は別にしてですね、
普段は本当にこんなに安心して暮らせる国っていうのは人類の歴史上なかったんではないかというふうに私は思います。で、家督相続制度というのがありました。大家族制度でありました。で、こういったものが壊されたことがですね、今の介護の問題、子育ての問題を引き起こしていると思います。戦前の日本は家が作られるとですね、その家を必ず子供の誰かが、受け継ぐという状態であったわけですよね。だから私が都知事選に出たら、東京都では今一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんが70万人いるんだそうです。あと20年で100万人を超えるだろうと言われています。10人に1人以上の一人暮らしになってしまう。で、昔の日本ではこういうことないんですよね。親の面倒は必ず子供が見るということですから、亡くなって1週間も2週間も誰も気がつかないというようなことは、ありえなかったわけです。でもこれもですね、この家督相続制度が壊されたことによってですね、今のお年寄りの一人暮らし孤独死の問題が出てきているというふうに思います。この世界に誇れる町東京としてですね、孤独死がこんなに多いということは私はやっぱり修正すべきなんではないかというふうに思います。で、さらにこの大家族制度が壊されたことによってですね、この介護の問題も起きている、それから子育ての問題も起きている。昔は大家族制度ですから、仮に若い夫婦が夫婦で働いたとしてもですね、子供が学校から帰ってくればじいちゃんばあちゃんがいたと。で、じいちゃんばあちゃんからこの孫たちにその生活の知恵とか日本の伝統文化とかが伝わってですね、日本のこの素晴らしさが継承されていったと思うんですけども、今はなかなかこの核家族ですから、これが伝わりにくいという格好になっていると思います。で、親がその子供を虐待するとかですね、子供が親を殺すとかいうことは、おじいちゃんおばあちゃんが一緒に住んでいれば私は起きないことではないかというふうに思うんですね。だからできるだけそういう方向に国として誘導していったらいいんではないかと。例えばですね、家督相続制度、親が住んでたその家を子供の誰か一人が受け継いで、そしてまた親とその家を守っていくという形であればですね、相続税をタダにしますよ。で、2人3人で分けるときはどっちみちなくなるから、もう相続税がっぷりいただきますというようなことにしてはどうかと思うんですよね。それから課税の単位もですね、親と一緒に住んでればそれは課税の単位を家にしますから、税金が少し安くなりますよというようなことでですね、誘導したらいいんではないかというふうに思うんです。民主主義の社会ですから生活様式を強制することはできません。でもそういうふうにした方が得ですよという形を作ることはできるんではないかと思うんですね。で、一極集中の問題もあります。ですから所得税なんかもですね、 ABCDE の5段階ぐらい分けて、その東京のど真ん中と田舎は所得税の税率を完全に変えたらいいんではないかと思うんですね。で、法人税なんかもそうしたらいいと思います。特区なんか作って、ここに会社を作ってくれれば、もう20年間所得税をなんかある一定レベル以下のレベルにしますとかいうことですね、田舎に会社とかを誘導するような政策を進めなければですね、田舎でその田舎が頑張ってそのみんな働けるようにしろったってなかなかできるわけはないと思います。だから国がやっぱりいろいろ誘導できるような政策を作るべきではないのかなというふうに思います。で、少子化もですね、だから夫婦2人に子供2人だったら、これ年金標準世帯ということで、子供1人だったら減額です、ゼロだったらもっと減額、結婚してない人は年金もともと減額ですということにしたらいいと思います。で、子供がそれ3人5人いればまた年金の積み上げるとかですね、そういったことをやっぱり政策的に打ち出していったらいいんではないのかなというふうに思います。で、この日本をですね、この普通の国にしていかなければいけないんではないかと私は思います。私は自衛隊にいてですね、一番この不思議なのはですね、兵器の開発が日本でだけ秘密でできないということです。よその国はですね、戦闘機、ミサイルシステム、護衛艦、潜水艦、こういったものをどんなものをいつ作ってるか、いつ開発してるか分かりません。出来上がるまで秘密でやります。でも日本でだけこれ秘密でできないんですよね。日本は世界にこういう戦闘機作ります、こういうミサイルシステム作ります、公言してやるわけです。我々はこれしかやってません、絶対悪いことをしてませんから、世界中の皆さん信じてくださいと言ってやるわけですよね。で、こんなバカなことないんですよね。よその国から見たら、そんなことはないだろうと、日本も隠れて何かやってるはずだと思ってくれれば幸いですけども、全くそんなことをやってません。私自衛隊30数年いましたから分かってますけども。ですから
こういったこともやっぱり普通の国にしていかなければいけないんではないのかなというふうに思います。で、日本がその壊されてきたものをですね、やっぱり取り戻していかなきゃいけない。で、例えばハッピーマンデーとか言って祝日法なんかが改正をされてですね、敬老の日は今いつか分からないと、体育の日もいつか分からないと、でこういうのはですね、私直したらいいんじゃないかと思うんですよね。祝日ってのは意味があって出てくるわけですから、それが毎年日にちが変わるようではですね、成人の日何日だったかな今年はと、これは本当おかしいと思うんですよね。だからこういったものは私はまあ元に戻すべきではないかというふうに思います。で、そういったことを含めてですね、この戦前の日本を取り戻すということを念頭に置いて、この政治を進めていきたいなというふうに思います。いずれにしろ日本ではこの国を守るということについても普通に言えないんですよね。例えば核武装するとか言ったら気違いだと言われるわけですよね。おかしいと、なんだと、広島は何見ろ、長崎見ろ、福島原発のあの悲惨な状態見ろと、放射能って怖いんだというようなことばっかり言われるわけですね。でもこれも情報戦ですから、核兵器は二度と使われることは可能性としては私はほとんどゼロに近い兵器だと思います。しかし持ってるか持ってないかが国際政治を動かす発言力です。だから核武装しなければですね、国際政治を動かす側には回れないと思います。日本は核武装国が決めた通りお金を出さされて、核武装国が決めた通り国際貢献させられているだけなんですね。ならばどうして日本も核武装を目指して国際政治を動かす側に回ろうとする努力をしないだろうかと思います。これを言うとですね、おかしいと思われるわけですね、言われるわけです。というかアメリカ派の人たちがそう言うわけですよね。核武装なんか考えちゃいかんと。で、軍事力もそうです。軍事力が強い方が国はより安全です。ところが日本では軍事力が強くなると侵略戦争を始める。だから軍事力はあんまり強くならなくて、自衛隊も法律でがんじがらめして動けないようにしとくのがいいんだということをまあ言うわけですよね。これ国際常識に比べればもう全くおかしいわけですよね。よその国は自分の国が核武装してないよりは核武装してる方がより国は安全、軍事力は弱いよりも強い方がより国は安全と考えます。これ常識です。でも日本だけこの常識が通らない。だからこういったこともですね、やっぱり日本の政治がですね、この言わなかったからだと思うんですね。国民がなかなか気がつかない。ただそういったことにですね、タブーなく切り込んでいこうというふうに思っています。で、今まだホームページも十分できてなくてですね、この党員の募集とかですね、そういったこともまだ始められない状態なんですけども、まあ間もなくあと2週間ぐらいでできるようにしたいというふうに今思っていい頑張ってるところなんですけれどもですね。で、次世代の党も自民党の右側にあって、自民党もっとしっかりやるということで、この勢力を伸ばしてですね、で自民党と公明党を切り離してですね、で次世代の党と自民党が連立を組むような体制に私はなってほしいなと。で、まあ、次世代の党も政党ですから、いろいろ言った時にまた問題発言とか言われると困るから、その次世代の党が言いにくいことは私と西村慎吾さんが言いましょうということですね。で、私と西村慎吾さん、この対応の党は何を言っても除名されることはありませんのでですね正直にですね、国民が本当に世界の常識にかけ離れた安全保障感を持つことがないようにですね、目覚めていただくために発言をしていきたいなというふうに思ってます。で、私は本当に日本大好きなんです。世界中いろいろなとこ行ってですね、こんないい国ないですよ、本当。この国が悪いというんだったら、もう朝鮮半島でも中国大陸でも行ったらいいと思いますよね、本当に。だから、そういうことで、とにかく戦前の日本を取り戻すということを念頭に置いてですね、発言をし、行動していきたいというふうに思ってます。まあ、そのためにはまず、この対応の党も勢力を拡大しなきゃいけませんのです。もうすでにですね、まあ、対応の党どうやって入党するんですかとか、来年の統一地方選で対応の党から出馬しますので、応援お願いしますというの来てるんですが、ちょっとあと2週間ぐらい待ってくださいと。まだ受け皿ができてないんでということで、今、ちょっと待ってもらってますけれどもですね、間もなくそういう形になると思います。1月に入ったらですね、対応の党の結成大会をやりましてですね、勢力拡大に向けて進みたいなというふうに思ってますので、今後皆様にいろいろ、ご支援いただくことになるかと思いますけれども、日本のために、子供や孫の将来のためにですね、本当に頑張っていきたいと思いますので、どうか皆様
ご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。